ということで、シューティングスター、そして虹色トラバルーンの2曲続けて聴いていただきました。ということでですね、立ち止まってくださってる皆さん、そしてね、これで寒い中撮影していただきまして、あの皆さんも本当にありがとうございます。このね、撮影していただいたね、写真とか動画はね、 SNS に全然掲載 OK ですので、ぜひ皆さんね、拡散していただけると嬉しいなって思っております。ということで、初めましての方もいると思うんですけれど、今日ですね、私たち、いつもは東京で活動してるんですけれど、今日と明日は福岡にいるので、ぜひね、もしよかったらディアミスっていうね、名前だけでも覚えて帰っていただけるとすごく嬉しいなと思っております。はい、はい、チラシもね、配ってるんで、よかったら、はいはい、初めましての人もらってってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということでね、この後まだね、あと2曲あるんですけれど、その後にはですね、なんとハイタッチ会の方もさせていただきたいなと思っているので、ぜひ初めましての方もね、最後まで楽しんでいただけると嬉しいなと思っております。ということで、もう寒いのでね、みんなもっともっと体をね、温めていきたいなと思うんですけれど、みんなね、写真撮ったり動画撮ったりとかもあると思うんですが、全然ね、踊っていただいても OK ですし、声を出していただいても OK な曲となっているので、ぜひ皆さん最後まで一緒に楽しんでいただけると嬉しいなと思っております。それではラストの曲になります。皆さん一緒に楽しんでいきましょう。シューティング間違えました。そういう時もあるよね。はい、そうですね、 S と S やけん、シューやん。そう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 、寒いけどもう一回やりたい気持ちも分かる。そう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 、ということで皆さん一緒に盛り上げていきましょう。ステップアンドショート。
寒い中なんですけれど、ディレクションライブ楽しんでいただけましたか？ありがとうございます。ぜひぜひね、リエキス、東京拠点に活動しているんですけれど、5人中1人が九州出身ということで、はい、ぜひね、皆さん、リエキスって名前だけでも覚えて帰っていただけるとすごく嬉しいなと思っております、はい、ということで、この後はね、寒いんですけれど、特典会となっております。特典会のね、一番最初にね、ハイタッチ会の方をさせていただきたいと思っております。これは、誰でも大丈夫ですか？皆さん大丈夫です。誰でも、はい、ちょっと高速になるかもしれないんですけれど、ぜひ、3、4回、5回からもね、見てくださってたりするんですけれど、早くね、下に戻ってきていただいて、ぜひ特典会ね、楽しんでいただけると嬉しいんですけれど、特典会の内容なんですけれど、特典会、グループ全員と一緒に撮れる撮影券がありまして、そちらは3000円となっております。あとは個別で1人ずつ写真撮れるのが1枚1500円になってます。あとサインとトークができるトーク券、サイン券の方が1枚1000円です。あとは動画も撮れます。動画の方1500円となっております。他にもグッズいろいろありますので、ぜひ特典会の方遊びに来てください。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、ということでね、そちらの皆さんから向かって右前の方で、チェキ券とかサイン券というね、券、特典券をね、購入することができるので、ぜひね、そちらで購入していただけるとね、私たちとお写真が撮れたりお話ができるので、ぜひぜひ参加していただけると嬉しいなと思っております。そして今日と明日は私たちね、福岡にいるんですけれど、明日はね、福岡の対バンもねありますので、ぜひ皆さんね、北九と福岡って市内、私久留米出身やけん分かるんですけれど、めっちゃ遠いじゃないですか。北九出身って、なんか福岡出身って言ったら、いや北九って言うぐらい北九は離れとるけどね。そう、福岡だと思ってなかったですよ。えやろ、そう、福岡県やけんね。びっくりした。そうでもね、北九の、ね、気持ち分かるんですよ。私久留米やけんね、もう言っちゃうんですよ、ね、いや久留米って言いたくなるぐらいちょっと遠いかもしれないんですけれど、はい、ぜひ皆さんね、明日ね、ぜひぜひ市内の方に遊びに来ていただけると嬉しいなと思っております。ということでね、この後は寒いんですが、時間の許す限り私たちね、ちゃんと上着を着て特典会の方に参加させていただくので、今見て寒いって思ってるかもしれないですけど、安心してください。ちゃんとあったかい格好して出てきますので、ぜひ皆さん最後まで楽しんでいただけると嬉しいなと思っております。ということで、今日はですね、一日ディエキスライブさせていただき本当にありがとうございました。またね、こうやってリバーワークさんでもライブができるように頑張っていきたいなと思っているので、ぜひこれからもよろしくお願いします。ということで、一部